シロスエルはギリシャ共和国南エーゲ地方のキクラデス諸島にある基礎自治体。シロス島、イアロス島などからなり、南エーゲの主婦エルムポリを地域に含む。シロスエル市はキクラデス諸島の北部に位置する。シロス島とその西北にあるイアロス島、及び小島所からなる。地域に含まれる人口1000人以上の都市、集落は以下の通り。 最大の都市は、シロス島の東部にあるエルムポリである。キクラデス諸島の自治体。一が、シロスエルシロス県は、カリクラティス改革に伴い、広域自治体であった旧キクラデス県の県域を分割して設置された行政区である。シロス県は、シロスエル市一市のみからなる。現在のシロスエル市は、カリクラティス改革に伴い、三自治体が合併して発足した。 旧自治体は新自治体を構成する行政区となっている。下表の番号は下に掲げた旧自治体地図の番号に相当する。面積の単位は経平方メートル、人口は2001年国勢調査時点。ありがとうございます。